どうもポテトメガネです。早速、はい、新しいカメラを使いたかったんですね。そうです、ちょっと出てますね、はい、ちょっとね今から早速 MJ の街ブラロケということで、はい、最初はね僕も参加しますんで、はいはいはい、撮っていきます。はい、はい、じゃあもうすぐ着きますね。着きます。しかも何の前触れもなく行くわけですからね。でも自分からなんか出たいとか言ってたらしいから突撃したらどういうリアクションをするかもちょっと楽しみですね。そうですね、うん、今ねもうお店の前近いですけど、バリバリ突撃します。バリバリ突撃する。多分ね突撃した方がジュンさんの良さが出るんで。そうですね、はい、そういうタイプですからね。そうですね。さあ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 、間もなく目的地、はい、着きました。ここです。はい、じゃあ早速入っていきましょうか。そうですね、行きましょう。川崎くんがいるバーナーさんに行きます、はい、行きますよ、もう入る。行きましょう。おーい、おばーし、おー、お疲れですって。お疲れ様です。割とそんなリアクションですか。です、ね、まあ、第一発目はね、まあ、しんくんもね、もともと友達という友人関係の、はい、まあね、はいはいはい、バーナーの川崎くん。あ、川崎です。はい、じゅんさん、はい、よろしくお願いします。見るからにね、はい、エジカラが強そうな。いやエジカラだけで生きてます。、はい、お店的には結構個性的なのが、そうね、パンチ力あるのもあるし、はい、でもね、結構パンチ力に気を取られつつ意外とすごい普通にシンプルに切れるっていう、あ、デイリーユースしやすい、はい、っていうのもあるし。なるほど。このマシンピンクのやつとか、さすがマサさん、この辺でしょう。やっぱ中なんか黄緑とかね、チョイスがえぐいっす。これうちだけなんですよ、世界で。そう、え、別注カラーでやってる。あ、そうなの。マジで。あら、かわいいよね。さすが。これなんか100年以上続くイギリスの老舗ニットメーカーが初めて出したちょっとゆったりしたシルエット、で形めっちゃ可愛かったんで、うちだけこのピンクとグリーンの別注で、ね、この編み立てもなんか可愛いし、イエス、首可愛いですね。そうそうそう、抹茶好みのこの、あの少しムックネックっぽい、ちょっと高めのネックでね、やってっていう形で、まあ、肩もちゃんと落ちて、わ、すごい、やっぱいいな、テンション上がるやついきなり選んで。おー、すごい、さすが。別注で、なんかいいよ、オレンジちょっと、おちょっとこれ着たいね。いいっすね、それ可愛いっすね。いいなんですか、はい、しかもセットアップ色物ばっかり。テレビ何サイズ？オレンジです。キングサイズっていうのがでかい、ちょっとデカめのってことサイズ感で、2サイズなんですよね。でキングがデカめで、クイーンが少し小さめっていう2サイズなんですよ。そうなんや。完全にベッドですよね。ベッドの発想じゃないですか。ベッド。ああ、そう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 。え、これ、ちょっとこっち合わせ、当て号で見る？あ、ちょっと合わせてもらって、はい。おお、これ。松オレンジでしょ。オレンジに相当執着しとるからね。これね、めちゃくちゃキャラ立ちするのと、上下でいくと、マジで、マジ囚人っぽくなる。ああ、なるほど。かっこよかろー。それを、なんだろう、それに快感を覚える人にはぜひ。快感、ちょっと着てみたいね。なんか着ていい？もちろんもちろん。ちょっと一回写真。囚人っぽいって言われて欲しくなる。ほら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 。オレンジを、やっぱり、とにかくオレンジをテーマにしてるから。なるほど。あ、ちらっと、はいはい。あ、ほら、完璧ですね。完璧です。オレンジ野郎は来てみよう。やべえ、もう YouTuber。 なんすか、そのテンション。いやいや、マジで素晴らしい。これいいわ。これが、ね、クイーンサイズです。クイーンサイズ。これクイーン。クイーンです。意外と俺、肩がクカットるために、ジャストやね、これやったら。あ、でもいいジャストかなと。ちょっと緩めろ。俺本気だったら多分告知進めるかな。あ、本気だったら。はい。今日は全然本気じゃないと思って。いきなり来られたんでね。そうで、まああのヘリンボーンで、まあワークジャケットっぽい雰囲気なんですけど、ちょっと素材がね。可愛いっすね。
ラペルジャケットの雰囲気もありつつっていうところと、あとあの着丈よりポケットの尺が長いっていう、そうね、ちょっと変わり種な、ね、そう形と、ここまで止めれるんで上までね、はい、なんか雰囲気からちょっと変えれるのと、結局この上に黒系のコート着ちゃうよね冬はっていう、そうね、そうね、それもあって、ね、ジャストミを勧めるってことですね、そう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 、ソックスをチラッと見せる感じで黒コートの中からチラッとこれ覗くぐらいのなんか絶妙な、聞かせるね、聞かせる、目が怖いです、いや、いや大丈夫です、大丈夫です、あんま聞いてないですか、多分聞かせるねって言ってますけど、シカッパシートーク、これ本当なんかいいわ、いや、いいっしょ、いいっしょ、めちゃめちゃいい、けどさすがにオレンジはちょっと難しいわっていう方には黒もあ る, 黒もあるんだよ、あ、そうなんですね、これじゃあ色違い、色違いです、あ、ステッチ可愛いですね、これ白、そうなんす、これもだってオレンジに黒だしね、こっちもね、あ、本当だ、うん、黒ステッチ、何気にこれ後染めなんで、あ、そういうことか、これあれ綿の糸じゃなくてポリエステル使ったから染まってない、なるほど、ここはちゃんと色がね馴染ませてあるとか、細かい配慮がすごくない、なるほど、しかも何気にこう分けてあるからね、こうポケットを、あ、本当だ、こういうとこよね、ちょっとまあ正直何入れるかは置いといて、うん、置いといてっていう、まあデザインですよね、そう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 、実用性あるかないかは一旦置いとこうっていう、うん、こういうのもいいよねっていうやつ、うん、と見せかけて実はこいつがおまけで入ってるっていう、うん、ああこれね、ちゃんと言うと、回して誰が払うかってやつね、そう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 、あ、そうなんですね、へえ、飲み屋で置いてくるっと回して、ついたらじゃあ打診って、僕らの昔だったら一気とかあるかも、はい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 、なるほど、っていうおまけキーホルダーもありますよっていう、はあ、ちょうどよく入ります、ね、素晴らしい、おもろ、いいよね、釣るか釣られるか、釣り吉ポテトです、あ、ジュンさんのおすすめってどうですか？一応俺の頭にはあるっていう。お、ちょっと出し、あ、出しちゃうか。頭には出しちゃおうから。あ、出しちゃうか。さっき結構パンチ力あるやつだったんで、あったね、あったね、次はもうそのめっちゃ極端に、うん、すげえシンプルで使いやすいよっていう。行きましょう。ボトムス。ボトムスです。これは、うん、なんだろう。これパッと見めちゃくちゃ普通なんですよ、うんうん、なんかデザイン特にないないですよね、なんだけど、うん、履いたら一発でノックアウトです、これほんま本当にこれはワイドシル断言できるワイドシルワイドでズドンと落ちるんですけど、履いたら分かる履き心地の良さっていうのが、あ、本当履いたら分かるんだ、じゃあぜひちょっとちょっと履いてみよう、これ、はい、お客さんに見してみんな結構疑いの目で見るんですよ、いやこんな普通なの全力で押すじゃんこいつって思うんですけど、もう貸したらほぼこれでこれで見やすいっていう感じ、なんかいろいろ可愛いのもいっぱいありますね、可愛いこれ、ロスのブランドやね、色がやっぱいいな、ね、お、どうですか、なんだろうワイドさよね、なんだろうな、ボックスが入れすぎるけど竹感とかね、そう竹感で、しかも微妙になんかロールアップしてない、そうちょっとだけダブル仕様にしてるっていう、なんかスポーティーな雰囲気なんすけど、うん、ちょっとダブル仕様だったりとか、マジでこれね履きやすいわ、で楽、とにかく開けてもらうとマジでめっちゃ伸びる、ストレスノンストレス可動域がとにかく広いです、これストレッチが入ってるんですか、ではなくてストレッチ、あビュンビュン伸びる、へえ、でさらに形でも楽だし、本当に楽だし、本当に楽で何にでも合うよねっていう、これシーズンもね、もうそ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 う、関係なしに真冬めっちゃ寒い時は中レギンス履こうかみたいな、そうね、まあね、でもこれだったらレギンス履いても全然シルエット響かないですよね、このワイドワイドな、うん、かわいいな、これなんか純粋っぽい、あるし、あるはい、確かにこれはもうおすすめする理由が分かるでしょう、なんか最も好きな感じだ、なんか黒パン欲しいけど探すじゃないですか、めちゃくちゃ黒パンなんてあるんで、あるけどこんだけ楽で
形もよくって、しかも買いやすい値段、1万5500円ぐらいなんですよ。安っ。ちゃんと日本製です。どちらのブランド？パウダーホーマウンテニアリング。あー、パウダーホー、あ、わかりますよ。アウターもね、やってる。あ、そう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 。そこのパンツが、これが本当にいいです。だからそういうアウトドアの要素もかなり、そう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 、加わってね。スポーツ、アウトドアのノリがあるんで、ね、綺麗やけど。いいね、いいね、世の中はいいね、いいね、世の中はいいね、いいね、世の中はいいね、いいね、プリーズいいね。純川崎フィルターを通した MJ に似合う服とか、はい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 、そんな感じのがなんかあると。あ、であれば、はい、であればちょっと2発まとめていこうかな。 2発も行く。お願いします。実はもうまさにそれなんですけど、え、エプロンじゃなくて、うん、やっぱこれサーバルね、これ、はい、あー、中のイエス、ね、これ別注でしょ。別注で、その前言ったっすよ、うん、で、これほんとあのキワキワなんですよ。1弦はまんないんで、これあ、ほんと同期分スカットしか言われないし、へぇー、させてもいや、なんすかってなるから、いらない人にはマジいらないですよ、うん、確かにこれレイヤードとかいいよね。あの、ハマる人にはめっちゃハマるんで、これあれみたいですもんね、なんかドルマンスリーブみたいな。ドルマンやですよね。こう肩が落ちて、だいぶ落ちて、セットインにはなっとるっちゃなっとる。ははは、結構デカめて、すげえ、サイドにがっつり、うん、長いんすね。入ってケツが長い。なるほど。ブルッと切る感じ。長っ。ちょっと長いよね。レイヤードとかしたら可愛いと。そうなんです、まさにまさにね。上からね、アウターとかこう着て、わー、なんかでも、まあ、普通に上からシャツ着て、うん、あの普通着丈を思いっきり出すカットソックないないね。まあもうちょっと出す部分はあるけどさ、ここまで長い、そう、この感じよね、だけどね、です、この感じのスタイルとかやっぱいいよね。シャツ出してでカットソックでやるみたいな。でね、これみんな好きなスタイルじゃないんですけど、うん、僕は好きで、はい、長丈にミドル丈合わすっていう、そのきっかけになるからっていう一枚で、いいですね。このなんかミリタリーのサーバルのね、雰囲気があって、こういう雰囲気がね、です。で、がっつりスリット深めの後ろがガッと長く、いいんじゃないか。ユニセックスできるでしょ、男女問わずできるでしょ、です。です。そういうの好きね。僕もう全部買っちゃったんで、僕好きね。やっぱ純くんこういうやつ、なんか普通の人が着れなさそうなのを平気できるのが割と、ね、うん、そこよね、そこよね。それと、うん、モッサン、おブランディッキングのデータボロボロかなっていう。あ、なんか棒ばっかやってる気がするけど、そういう人じゃない、全然ないけど自然な好みですね。あ、これやばいな。これも棒の、そうです、棒が、ダメージないアイテムをまず作るんですよ、うん、で、その製品が仕上がった後にデザイナーが一点一点欲しくていく。へえ、あ、そうなんですね。だからここと、着丈もボロボロ、袖もボロボロ。確かに物によってちょっと違いますね、個体差がちゃんとあって、うん、微妙に使ってないから、うん、人間の手でやってるんで、あの均等にならない。あー、それの付加価値ですね。っていうのが、黒、ブラウン、このベージュがあるけど、うん、これがブランドがやってる色なんですね、はいはい、で、ベッチュ、ま、ベッチュです、そうやっちゃうんですよ。やりがちです。やっぱね、ならではってなると別注ですもんね。う、うん、で、この赤がやっぱりいいよね、です。お、赤っす。あ、でも似合いますね、やっぱ。赤ね。赤とか、なんかまあこういうパキッとした色が似合いますね。色物がやっぱすごい、あんまりこうね、オーソドックスな色はあんまりできない。うん。なんかそのデニムにそれ、もうスヌーピーのキャラにいそうですもん。どういう意味ですか？いい意味で、いい意味で。いい意味で。はい。で、普通カーディガンの中って、うん、まあ普通のスウェットとかロンティーとか、うん、あとシャツとかって感じなんですけど、はいはいはい、これね、そう、後ろからの方が分かりやすいです。こんだけ思いっきり着丈出すっていう、この秘密が、好きな人は好き、嫌いな人は嫌いっていう、はいはいはい、この極端なバランスが僕好みで。これでも、パンツがどんなパンツ履いてるかで
一気に印象変わりますね。そう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 、全然変わりますね。スラックスなのかデニムなのかとか、太さとかもそうですよね。これ川崎君的にはどう、細身を合わせる方が多い、ワイドな、俺は細身履かない人、ワイドワイドだもんね。ワイドワイド、上も緩いしパンツも緩いもんね、うん、僕はワイドワイドで、このスタイリングしょっちゅうやってるんですけど、俺履けないからこれにスリムとか合わせる人は羨ましいなと思う。思うよね。俺も思うもん。全然。俺も細いパンツ履かないんですけど。全然履かんけど。履かない履かない。うん、まあまあ、全然履かん。そう。どちらかというとこういうスタイルは俺はそうです。うんうんうん。どうぞ。お、いいよね。そう。でもこれシンプルに、なんていうんですか、さっきのパンツとかと合わせても。あ、可愛いですよね。うん。これでダボ、トップスちょっとゆるっとパンツもゆるっと。いいですよね。感じもいいし。うん、なんか柄も合わせてもいいし、うんうんうん、これじゃあこれにもう一本なんか違うパンツをピックしてもらって、トータルで着てみてもいいですか、純川崎セレクトで。そして入らないかどこやっぱ。いやいや一応ね、一応いやいや純くんのレイヤードすごいなと思うもんね。あら嬉しい。おお、すごいと思うもん。いつも俺スタイリングよく見とうけどさ、あすごいんよね。なんかどういうそういう脳みその構造になればいや構築できるのか。こんだけ物があるんで、まあなんかあれっすよ。こんだけ物あると選びやすいっすよ。いろんなのがあるから会社で仕入れとるから、まあ選びやすいっすよ。ゼロから俺もそうできる。今いろいろ言いましたけど、言い方変えただけで同じ内容でした。マジで終わらない深夜の居酒屋みたいな。やばい。ケアの頃とかさ、物があったとしても、そういうなんかね、組み合わせとかね、配色のセンスってね、持てないから。そこの劣等感も俺ずっとあったのよ。全部嘘ついてるように見えないぐらい。本当。なんかその。やっぱセンスってやっぱ重要だなと思って。ああ、うん。まあだからみんなやっぱあるんでしょうね。ないものねだりというか。うん。絶対ありますよね。うん。俺も二人ともめちゃくちゃあるし。あ、いや、こういう話は酒飲みたくなる。あ、そうですね。長くなる。まだ朝ですよ。朝。名古屋的な色合わせると、どんくらいボロボロなのか結構伝わりやすいというか。うん、なるほど。だから穴開いてるとこはちゃんと分かった方があれですもんね。穴は多分拡張していくんで、ああ切れば切るほど、そうそうそう、はいはい、いいね、緩くて、うん、これはもうあえてこれキング着てもらってます、うん、ガーディガンはキングでいいかな、肩ひじ張らずに着れるっていうのが一番ね、なるほど、やっぱテーマではあるから、はい、これあのカットソースイット深いから、うん、ここが、ね、男の人ってこう意外とこうせない感じで、そうああ。からやっぱね、特にイースティーの、はいはいはい、冬場でこう結構そうですね、街中歩いてる時ちょっとやっぱ手持ち無沙汰になるというか、ポケット入れたくなりますよね。さ、やっぱ手ぶらのこれはないもん。いやそんなだってそれおかしいでしょ。ぐらいトータルするかなぐらいのこのなんかこの、うん、この感じの時に突っ込みやすい。確かこれもこれ重要、ポケットが今やっぱね、男の色気が出ますね。やっぱこう肩の落ちもやっぱポケットに入れとった方が、はいはいはい、もこっとないそうです、バランスその感じで、OK、いいや、ナイスマジかっこいい、ナイスで、うん、ナイスで、これね、全部別注です、全部別注、3つとも別注、いい感じです、あっさっなんかさ、一通りなんか進めようっぽいけど、はい、これなんか初詣になんか向いてそうなスタイリングってんだね、これ思って組んでたっすね、紅白ですもんね、紅白、そう縁起良さそうなね、なんかこう1月1日に来てほしいスタイリング、なんか気分が上がってくるんだよ、ね、そう確かに無意識にやってるから、ね、でも確かにいややでもまあまあそうっすね、そうですね、うん、でも確かにこれでザクッとアウター羽織って初詣行ってもいいし、なんならそのままねこたつの中にいてもリラックスできるスタイル、脱いでみかん食っておせち食ってみたいな、そうでしょう、ね、そんな感じで、はあ、そこまで考えたっていうこと考えてなかったし今立てつけたりして、もう
2人来た瞬間からね、考えてました。イメージはしてたってことね。素晴らしい。いや、しかしでもあれですね、うん、あのロケやっぱ生き生きしてますね。強いでしょ、MJ が。いや、ロケがやっぱね、なんか、めっちゃ喋りますね。ロケって聞くとやっぱすげえなと思うっすね。うん、ロケって。いや、ロケとか言ったもん勝ちですけど。なんかね、ただもう撮影に来たと思ったら山本まさかの靴取り置いとるやないね。これめっちゃいいよな。いやいや、これ俺もね、ずっとまあ気になっておったっちゃけど、そう、めちゃめちゃ履けるわこれ。もうめちゃくちゃ普通に何にでも合うよねっていう。好きね、山本くん、こんなのやつ。好きですよ、ちょっとダサ可愛い系っていう。もうそれ、ま、前何買ってるだっけ。 前はこれのシューレースの白です。真っ白、真っ白、真っ白。うん、ちょっと引きも引いて引いて引いて。いや、これやっぱ軽い。ちょっとこれ、こう全然慣れてないけん、ちょっとどうなっとうか。めっちゃ引かないかん。ちょっと寄っていいですか。これは普通にこのパンツとかにも合うかな。ちょっとこういうトラックパンツとかにさ、ちょっとレザーシューズの感覚もなんか持ち合わせとうしね。うん、これいい感じ、いい感じ。他のモデルよりもなんとなくレザーっぽい。あ、はい、うん、素材感がね。履き心地もいいじゃないと。いいっす。でソールもやりすぎてない感じの厚みが。うん、うん、うんうん。ちょっと学生靴想定のモデルですよね。そうよね。マジックテープバージョンみたいな。はい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 。テンスってあの、はい、ずっとメイドインクルメでやっとったムーンスターが、はいはいはい、もう少し、いろんな方に今っぽいフォルムを履いてもらおうと思って、はい、中国に工場を振って、はいはい、中国で量産することでこの価格を実現。あ、そういうことなんですか。うん、けどめちゃくちゃかっこいいとかではなく、腹八分っていうイメージでゲートテンスっていう。はい。そういうの好きやろ、しんくん。いや、好きですね。ねえ、コンセプトとか好きやからね、そういうストーリーはね。18的なことなんですね。そう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 。あら、8部、うん。他にもこの辺のシリーズがあるってことでしょ、だけ言ったら。かわいいですよね。だからこの文字とかも全部かわいいですよね、うん、入ってるやつ。なんかね、うん。スノーブーツもあるし、レインブーツもあるし。うん。普通はもうナイキとかアディダスとかって、あれだ、スポーツから来てる。うん。この辺は日常で暮らす、働く人間とか、学生たちとかの靴っていうのがベース。これってこれどういう体勢で撮ってるんですか。いやいや、だけ舐めるように。いや、俺なんか、うん、この2人の間ではいはいはいって言ってると、もうなんか初期の松田さんめっちゃ思い出すって。これ俺にしか分からんのかな。なんすか、なんすか、初期の松田さん。2人で話しとって、はい、はい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 、言わないといけないのに、うん、それがずれちゃう。はい、そうって物が二重になって見える。はい、あ、言ってましたね。そう、会話上でモッさんがこうわーって言って、はい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 。で、多分俺もすごい言うんだけど、はい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 、YouTube 見すぎてて、あれはもう松田さんの代名詞に俺ちょっとなった時期があって、うん、たまにあるよね、コメントで。あの、はいを聞きたいっていう人おるもんね。これなんでそれに至ったかっていうと、俺高校時代野球部やったよね。その時に、はいしか言えないような、こう、すごいこう厳しい世界だったんで、いつも監督の話の時に、トラウマ級のエピソードが、うん。そうそうそう。その時に、はいを結構、はい、はい、っていうのを、やっぱそれがやっぱ習慣で身について、で、お前、何も言われてないのに、はいとか言ってしまって、お前、はいが通り過ぎとるやないかみたいな感じで言われとったのが背景にこれあるっていうことね。これこう、うん。それをつないで、はい。はいはいはい。はいはいはい。これさ、いつ放送？これ12月30です。30か。はい。営業どれになっとっと？営業は年末30日まで。まで。30日までやって、はい、31日お休み。休み。で1月1日休み。で2日から初売り。やっぱ早いね、福屋さん。早いっすね。早い。やってるんすよね、福屋は。ね。でもお客さんからしたらいいよね。はい。早めに行けるし。だから、まあ例えばですけど、うちの動画を。まあ、30で見られて、初売り福岡行こうかなっていう方が2日に来られたらもう空いてると。そういうことよね。そう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 。ははは。で、ちょうどいいですね。まあ、未確定なのもあるけど、はい、まあ、普通に1月2日からは結構セールで、お初売りで、やってるんですね。やったりするので、まあ、結構楽しめるかなと。いいよね。松田さんがさっき着られたやつとかが、なるかならんかは、おまあ、
まあ、わかんないけどっていうね。まあ、あれだって気になる方はインスタをフォローしてもらったら、はい、追ってもらったらちょうどいいですね。あるかもしれない。うん。ぜひぜひ。はい。お願いします。ありがとうございます。え、ポテトいつからですか？ポテト。営業はだって30日から休みです。3日まで休みだから。あははははは。最高の正月ですね。最高。うちはね、できる限り休みますから。素晴らしい。いやいやいや。で、どうでした？初の街ブラ、MJ 大名散歩。初回。はい。飲み歩きテンションですね。非常に楽しかったなっていう。おお、楽しめました。やっぱ街中にね、こういうキャラ立ちする人がおるけん。そうですね。楽やん。俺もそんなに頑張らんでも勝手に喋るし。いやいやいや、頼んでもらえない。確かに。ね、でも。俺食われちゃったっすよ。なんかそんな感じ。完全食われた。別にだけもういいと思う。こういうのが。そうですね。なんかまあ、とにかく大名ってこういう濃い人たちがいっぱいいるんで、そこをね、僕らのフィルターを通して、うまいことを紹介できたらいいなっていう企画でもありますからね。ありがとうございます。はい。楽しい街ですから。はい。こんな感じのことが日常起きてます。起きてると。はい。ちなみに次回からは MJ 一人で行ってもらうんで。酷じゃない？いやいや。役者やないんやから。いやいやいや。何しよん。まあまあやってみましょう。そうですね。まあまあまあ見たいっす、そういうの。そうね。まあやってね、交えながらって感じで。はい、うん。やっていきましょう。本編も怠らずね。はい。みたいなことも怠らず。そうですね。ロケばっかしたあいつ見ておられないから、ね、はい、まあそんな感じで、じゃあ気になる詳細は一応あの概要欄に貼っておきますので、あのバーナーさんの、はい、お店のリンクはですね、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 MJ が、今一人で撮影の練習をしています。これちょっとでもこう上に行ったりとか、あ、そうよね、このコントローラーで行けたりするけん、まあ便利っちゃ便利よな。まあ、山本の方でもなんか慣れそうよ。はい、MJ の願いはチャンネル登録。MJ の願いはチャンネル登録。MJ の願いはチャンネル登録。モッサンの願いもチャンネル登録。ぬで終わった。ぬで何？